川村隆二でございます。今日はですね、このジャパンニューアルファジェネックスというお店にですね、ダッシュマンの撮影でやってまいりました。埼玉県に初出店と、今まで神奈川県が中心のホールさんだったんですけども、今回この12月ですね、昨年の12月にこのね埼玉県に進出したということでね、ものすごく僕は個人的に期待しております。で、今回のダッシュマン一味違いますよ。まずルールが1500枚、今までね短時間勝負、それから枚数も少なかった、もう本当にですね、乗るか反るかというような勝負でしたけども、今回は1500枚ということで、しっかりと立ち回らないと皆さんに景品をお渡しができないということなので、かなりですねここにかかっていると言うんですよ。なのでですね、早速、オープンしてからですねすぐ今来て、そして台も確保しようということでですね、早めにオープニングを終わらせたいと思います。その前に、景品見なきゃいけないんですね。なのでじゃあ景品コーナー行ってみましょうね。さあ、こちらね景品コーナー、意外とですねワンピースグッズが多いんですね。フェイスウォッチ、アニマルバージョンのルフィ、こういうちょっとレアなフィギュア、それから本当いろいろあるな。これワンピースファンとかはたまらないでしょ。意外とねこういうホールの景品でしか置いていないとかね、扱っていないとか、あるんですよね。なのでこういうね50枚、それから25枚とか、意外と手軽に取れるようなものが多いので、どうでしょう。ワンピース好き、ワンピース好き、視野に入れときます。はい、みんな大好き家電製品です、これはねナビワンセグ、結構ダッシュマンの番組では扱ってるんじゃないですかね。高額というか、500枚クラスだと大体これが取れますんで、どうでしょうね。これもし取れるんだったら取ろうのかなと思ってます。ね、今回本当に5時間なんですよ。5時間なので、例えば1000枚とかっていうのが大体上限なんですよ。1時間ぐらいなんでね。なんですか、5時間ということは下手したら4000枚とか出てもおかしくないわけですよ。3000枚4000枚、おかしくないから、3000枚とか出たらこれ6個取れるからねいらないよねまあだからね、その他にもちょっと、高めな、ゼロニモの長財布とかね、こういった財布みたいなのもあるんですよ。こういうのもいいかなと思うんですよね。なのでまあ家電はとりあえず一つは確保できればなという感じです。でその他にはまあこういった、ちょっとしたこうね、財布だとか、それからこういった G-SHOCK だとかね、そこを取っていこうかと思います。一番最初に言っておきます、ほとんど打ったことないです。でなんでほとんど打ったことない台を選ぶかというと、実はね僕ね、まあ結構皆さん経験あると思うんですけども、初打ちの台、あるいはあんまり知らない、内部的にあんまり知らないような台って意外と出ません、ね、この間ねガロ打って僕4500枚、これ初打ち、この間ヒホーデン打って初打ち1500枚、全部ねプラスなんです。でもう今までもう過去ね、もう14年間やってますけど、このね初打ちっていうのがね意外と何にも知らなくて、引けたもの、あこれ引けた引けた、あ結構いいんだろうなと思って確率見てみたらね、1万6000分の1でしたみたいなこともよくあるので、数字として見てしまったら意外と引けなかったりするということもあるので、皆さんに景品を獲得したいがためにね、かっこいい言い訳で今回はあえてあまり打ったことのないバイオを打ちます。よろしくお願いします、はい。これ本当バイオ5をそのまんま使ってるんだね、すごいよね。まあ多少画質を落とすんだね、よく処理落ちしないなと思ってて、ちょっと待ってね一応確認のために、中は適当でいいんだからね。
次はカナダですね。お、強チェ強チェ。この間の収録で確かなんかこんなようなとこ来てそのまま ART 入ったような気がする。パニックゾーン。そう、終わりかい。そう、これはサウンド2連か。前結構この演出は使ったんだけどね。あ、びっくりした。フリーズしたのかと思った。コインが入ってなかった。なんということでしょう。終わってしまうか。ああ、終わった。これ結構後半の方に出てくるんだよね、ベスカート。ベスカート強いんだこれ。瞬間移動してくるからね。この ART メインの台で ART に入らないのが一番ね。入ってからやっと絵が撮れるっていうぐらいなんで、ね、ただ結構演出の煽り方はうまいよね。うまくできてると思う。ベスカーゾーンだ。よかった、パニックじゃなくてね。これでなんとかいけんだろう。おおおお。40%微妙だな。お。上がれ。50%だ。うわ結構きついですね。50%だもんな。まあこれは天井で持っていくしかないよね。
かった。あー、やっとだ。あー、よかった。いやー、意外と長かった。まあ大体そうだよね。ここだ、ここね、あとね。やっとカメラさんが立ったよ。ずっと今そこで座ってた。やっと立ったよ。すいませんでした。チール。わ、もう一回だ。終わりだよね。おー、72枚、ここでかなんか交換する。72枚って移動しましょう。ダメ。あの、まさに背水の陣でございます。はい、もう気泡かジャグラーに行こうかなと思ったんですけど、この番組って別に寒いじゃないんですよね。出ればいいわけだから、ジャグラーでもいいんですけど、それだとね、あの500枚のね家電を複数取るってなると難しいんですよ。なのでちょっと気泡で一発引ければなと。ただね、これやっぱ関門がね狭いからね、 ART までね。本当はねガロでもいいかなと思ったんですけども、残り枚数が少ないんですよ。で、おそらくすぐなくなってしまうんじゃないかなと。まあこれもそんな変わんないんですけどね。弱いね。おお、ステージアップした。このいけるか。これは大丈夫だろうね。え、ただね、ここにまず到達してからの ART だからね、これね。まあ、排水の陣なのは変わりないという。さあ、見てるか。頑張ろう。下手したらこれね、これで終わりかもしれないからね。これワンチャンスかも。でもまあ頑張る。なんか引かんとダメね。逆に言ったら今やめられないんだよね。頑張って。お、お。やったやったよやったよ。あと50枚しかなかった。
とうございます。やりましたね。本当にやりました。さあ。すぐ終わっちゃったら意味ないんだけどね。ものすごいベルが揃うんですけど。うわ。マジかー。マジかー。ダメだ。さっきの見せ場が1回だけだったね。やめましょうか。やめましょうか。はい、なんで弾けないかな。誠に申し訳ございませんでした。ゼロ枚です。0枚です。本当すみませんでした。はい、今回ね1500枚というね、結構大きめの、ね、持ち玉があったんですけども、僕の場合はですねこういう収録非常にうまいんです。なのでですね1500枚と言わずもう2000枚3000枚4000枚5000枚と、5000枚くらい欲しいですね。本当に5000枚あればいけるって、絶対いけるって。5000枚あったらなんとかいけるよ、何でもできるよ。けどね本当今回ばっかりはねちょっと思ったのは、今まで僕500枚のところで出たことが多いんですね。1時間でとか、まあ、ちょっと短時間勝負500枚っていうところが多かったんですけども、そこにかける意気込みとそのなんつうかな、まあ、立ち回りとそれから1500枚ってなるとやっぱり難しいもんですね。うん、だから逆に500枚の方がまあ、これぐらいしか出ないだろうっていう機種のチョイスをしたりとかするのかもしれないですけど、1500枚になると意外とやっぱいろいろと台を選んだり立ち回ったりしなきゃいけないというので、今回ちょっとねその難しさをね痛感しました。なので、次回は、ピーマートさんが5000枚用意してくれるということなので、5000枚に期待して、皆さんに景品を食べたいと思います。すいませんでした。